ちは。今回はこちらを食います。これ食えるね。食えるやろね、それね。関係なくて。キャベツです。なんでここにできたんだろう。種がここに飛んどったってね。キャベツは種からしたっけ。でも思いっきり栽培版のことしてるよ。しかもね、触った感じカッチカチなんですよ。カッチカチ、買った。これキャベツ、偽キャベツとか中？いや、いや。俺入れた記憶もある。こん中に？こん中には入れんやろ。入れた。これこの辺に。なんで入れた？これ人参入れたんですよ。これ人参なんですよ。ど根性人参を作ろうとか言いよったもんね。これね、引っこ抜いたら人参なんですよ。もう抜く？うん、だいぶ前に。あ、くそ。これね。これね、ブロックプランター。やばい喜びやばい喜びよ。いや、何した、何のそんな面白さ。いや、面白いよね、これ詰まっとる詰まっとるね、これ食おう。今回は無水でなんかするとよね。そう、じゃあピーマンじゃなかった玉ねぎさんも抜く。うん、一個抜いてね。玉ねぎも絶対うまいよね。これそのままここでね、これすごい取れんよ。これこれも取れん。おー、でかいね。はい、で、こいつらがメインじゃなかったんだけど。そうそう、とくちゃん、それやっちゃって。やっていい。やっていいよ。やっていいっていうかね、これなんかね、なんかこれなんこんな生え方すっと普通だって昨日もとなっとってお前なんかなんか64のステークみたいになったんや。なんかね、うわーって昇竜拳波動拳波動拳波動拳昇竜拳もうこっから行くよ、うん、行ってお俺んて引っ込めた。おー、来てる。おー出した。なんか水のままいてる。こうだ。これが噂に聞くど根性キャベツ。はい、これじゃあ食べましょうか、ね、食べようか。うん、まあ、キャベツには変わりないんで。キャベツ、レタス、キャベツ、キャベツ。よし、じゃあやろう。やろうか。よっしゃ、やりましょう。やりましょう。じゃあ畑で採れた、この畑じゃなかった、畑の端で。あ、これ畑で採れた。これはど根性人参。オッケー、食べます。食べよう。美味しいかもしれないしね。うん、甘みがあるかもしれない。はい。ってことで、はい、こいつちょっと、うん、俺やっぱキャベツ苗から植えたわ。児玉さんも言った。なんでここに入っとってるのね、あそこに。こうというかあそこ。なんやろね。これ芽キャベツかな。芽キャベツ。芽キャベツ。芽キャベツのは、うん、種からしたんですけど、あ、まあキャベツやね。さあ、今回は無水調理器で。はい、トマト煮みたいな感じのやつをします。オッケー。ノービスのことしとしょっかばいかだか。いや、かだかちゃんね、大丈夫、ね、そしてね、重い、めっちゃ詰まった。うん、あ、じゃあうまいんじゃない。ほら、え、ほらほら、ペチペチしなさんの。これね、ここは取らんというか、どうでも、いや、もう無水やけん、多分ここも柔らかくなると思うけどね。あ、もう知らん。あと玉ねぎか。真っ二つに切ってみていい？知らん。うわ、詰まった。この詰まり具合わかる？何そい？何そい？こい？何そい？こい？包丁の。トマトじゃねえよ。はい、玉ねぎ。あ、でもキャベツの香りだ。そりゃそうだ。こういうの、人参も鎧かだか。マジで。なんかこれ、しかもここだけカタカタ。ずっと触っていって。ほら。くぎゅうて、それも。ねえ、かばいかだか。玉ねぎの柔らか。ねえ、新玉ねぎ。新玉ねぎやね。じゃあこれも。うっさいな。まあでも分からないの、美味しいかもしれない ね。いや、マジですっごい甘いかもしれない。ね、だって
根性はあるけんね。うわなんかね、オレンジとかみかん系のちょっと匂いがする、なんでフルーティーとかな、分からん、しゃべなし、うん、輪切りで入れていい、うん、それにホール缶トマトバオッケーとコンソメ、もう入れていいと、はい、どうぞ、はい、ホール缶で、ベーコン、はい、コンソメちゃん、違う、で、ベーコンが入るなら、ちょっと塩気が出ると思うんで、ちょっと先にこれ、これも入れる、あ、ひき肉ちゃんと思うね、ひき、うん、ていい、いい、だいたい、分かってきた、君が何倍作りたいか、あ、ほんと、うん、じゃあ味付け任せるよ、ケチャップとか、そうそう、ケチャップとウスター、ウスター、こんなもん、まあ大さじ1ぐらいですね、今のは、うん、で、ちゃう、もうこんぐらい、大さじ1ぐらい、こいつら2人入れすぎたら引っ張らないとね、これ、はい、小さじ1、はい、なんか砂糖、これ、もしキャベツ混ざったらうまいはず、一つまみの塩、はい、ちょっと待ってね、これ隠し味、一味七味、よし、ちょっとだけね、ピリッと、うまそう、ベーコン、豚けん、大丈夫か、よしか、わかるどうする、明日朝起きたらグツグツだ、うわなんとってほしか、もうどうせないこれ加熱用やったの、確か見よう、さあ、これのメニュー、はい、どれでいこうかな、クリームシチュー、ポトフ、ポトフ、ポトフ、それやね、うん、それや、間違いない、それや、じゃあ自動の1の4塗った後、はい、塗った後65分後じゃあこの状態で、ね、65分待ちます、今簡単ですよ、カンドラ巻いたじゃあ待ちます、はい暑かった、いやこの辺全然、この辺の距離ではい、はい、じゃあオープンしますよ、オープンしましょう、オープンザ、あれおおおおおろろろろ、これは美味しそうなんじゃなかろうか、これ入れても前ね、うん、これ機械、この機械使って、うん、あほらね、ひき肉入れた時にね、あ生っぽいね、そうそう、ひき肉にねちょっとね火が通りにくかったっちゃん、うん、でもう一回あと10分ぐらいしたらいいの、ね、そうそう、この余熱で今入れるか混ぜて、ちょっとここで味見しようか、オッケー、薄かったらねあれやし、どうか、美味しい、酸っぱい、苦い、香りやかもしれない、ちょっとよかったね、なんでうす、うん、もうちょいやね、コンソメ、いや、コンソメはもうよかったと思う、ちょっとコンソメ、コンソメ醤油じゃね、これちょっと塩コショウ入れます、オスターもいいんじゃない、コンソメだと思うな、任せてんか、よっしゃ、任せる、これ多分醤油、醤油よかったね、ちょっと薄味やったね、かなり、うん、じゃあ5分もいたします、うん、はい、はい、開けます、はい、追加5分、はい、終了、おーわ、いい、これきたやろ、いい匂い、うん、いい匂い、これいいね、うん、よし、お皿に次分けて、じゃあど根性がいかほどかやね、まあね、これそれあれだった、こんだけやったのにさ、うん、ものすごい人参形きれいに残っとるもんね、よほど熱が入りにくかったんじゃないのかな、あでもいい色しとる、キャベツと、ね、いい感じの、もうここでいく、そうね、それでもよかばあんた、それでもよかばあんた、キャベツちゃん、あーいい具合、じゃあ俺も自分で次分けるよ、はい、こんな感じです、はい、どうぞ、はい、ありがとうございます、じゃあ
立ちながらですが、はい、もうこのまま行ってみたいと思います。うわめっちゃ柔らかくなってる、うん、いただきます。さあ、このど根性キャベツ、ね、あ、柔らか柔らか、ほらいただきます。うわそうそうめっちゃうまい。ああ普通にキャベツ、普通にキャベツめっちゃうまい。なんかあってほしかったよね、ニヤとかマジで、うん、期待はしとったけどいい意味で裏切ってきたね。味付けが完璧やキャベツじゃなかったやろ食べたらいかんやつこうだよね。うん、これ普通にうまい、うん、うまい。普通よりね、シャキシャキしてるね、うん、なんか柔らかくなったのに、うん、繊維が強いとかな、うんうん、根性がしっかり入っとるね、うん、気合入っとんね、うんうん、ってことで、はい、ど根性キャベツ食べてみました、はい、とても美味しかったです。美味しかったです、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。みんなも隙間があったら種ば植えるといいでしょうご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら、はい、はいし、はい。Thank you.